室町幕府。1336年に足利尊氏が京都で開いてから200年以上にもわたって続いた武家政権である。そんな室町幕府の最後の将軍となったのは第15代将軍足利義昭である。足利義昭は戦国大名織田信長と対立して京都を追放された。こうして室町幕府は事実上の滅亡を迎えた。京都を追放された後、義昭はどこでどのように過ごしたのか、そして滅亡後の足利将軍家はどうなったのか、漫画で振り返る。チャプター1、京都を追放される義昭。1568年京都、足利義昭は室町幕府の第15代将軍となった。これも信長のおかげじゃ。ありがとうございます。義昭が将軍になれたのは戦国大名織田信長の助力が大きかった。そんな経緯もあって義昭は信長を信頼し、大きな仕事も任せていた。共にやっていこうぞ信長。はい。しかしなんやかんやあって二人は険悪な関係になる。ああ。やがて義昭が挙兵して信長と敵対した。信長を倒す。しかし義昭は信長に敗北し屈服させられてしまう。うわ。命までは取りません。だが京都から出て行ってもらう。あと人質ももらいますよ。ぐぬぬ。信長により義昭は京都を追放され、さらに子供まで人質に取られてしまう。信長許すまじ。必ず京都に戻ってきてやる。将軍義昭の京都追放により室町幕府は事実上の滅亡を迎えた。義昭が30代半ばの頃であった。チャプター2、放浪する義昭。京都を追放された義昭は各大名を頼り各地を放浪することになる。わしと一緒に信長を倒そうぞ。わしを京都に連れてって。放浪の末、最終的に頼ったのが中国地方に大きな勢力を持っていた毛利氏だった。やっぱり時代は毛利さんでしょう。なんて言ったって中国地方の覇者だからね。毛利殿。将軍義昭様が我ら毛利を頼ってきてる。これはまずいぞ。その頃毛利は織田と同盟を結んでいた。義昭を受け入れるということは信長との同盟関係にひびが入ることを意味していた。あの信長を敵に回すのは得策ではないが、義昭様を無下に扱うこともできない。毛利氏は大きな力を持っていたが、信長はそれ以上に大きな力を持っており、敵に回すのは相当のリスクを伴った。毛利氏は義昭の対応に悩んでいたが、義昭はそんなことお構いなしに毛利氏の領するビンゴの国トモにやってきた。ここがビンゴの国か。毛利殿、もう来てる。どうする。えい、我らは義昭様の味方をする。さすがは毛利殿。こうして毛利氏は義昭を庇護する立場となり、義昭は毛利氏の力を借りてビンゴの国で再起を図ることになった。この時ビンゴの国共にできた政権は後に共幕府と呼ばれた。義昭は毛利輝元を副将軍の地位に任じた。我らはここからスタートだ。未来は明るいぞ毛利殿。ですね。義昭はビンゴの国を拠点にして打倒信長と京都帰還を目指して行動していく。毛利氏は信長率いる織田軍と熾烈な争いを繰り広げることになった。それから6年後、1582年、本能寺の変、織田家家臣、明智光秀が突如信長を裏切り襲撃。信長は命を落とした。うん、信長が死んだ。不意の出来事により、義昭の目指した打倒信長は達成された。何はともあれ、信長は消えた。次は京都帰還を目指す。やばかった。なんとかなった。義昭にとって最大の脅威であった信長はこの世を去った。しかし義昭の苦難は終わらなかった。チャプター3、京都に帰還する義昭。信長の死後、次の覇権をめぐって織田家家臣の中で争いが起こった。1583年、賤ヶ岳の戦い。織田家家臣の
羽柴秀吉と柴田勝家が激突した。戦いの勝者が次世代の覇権を握る重大な戦いであった。この時備後の国にいた義昭は、この戦いの勝者が信長に代わる天下人となるはずじゃ。選択を間違えればわしの京都帰還の夢も儚く散るだろう。わしは柴田勝家の味方をする。秀吉などどこぞの生まれとも知れない者など信用できない。義昭は柴田軍を支持した。その結果、賤ヶ岳の戦いは羽柴秀吉が勝利し、敗北した柴田勝家は自害に追い込まれた。勝った、負けた。羽柴秀吉はこの戦いに勝利したことで天下人に大きく近づいた。わしが新天下人となる。あわわ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 。柴田軍を支持した義昭は秀吉と気まずい関係になる。まずい、このままだと京都帰還の夢が。その後秀吉は天下統一に向けて勢力拡大を続けた。そして義昭は九州の有力大名島津氏に秀吉と和睦するように精力的に動いた。秀吉さんとは仲良くしといた方がいいぞ島津さん。秀吉に協力しなければ、京都帰還のために秀吉に協力しなければ。そんな義昭の努力が実を結んだのか、しばらくして島津氏は秀吉に降伏した。そして1587年、秀吉協力のもと義昭は京都への帰還を果たす。いろいろ頑張ってくれたお礼です。ようやく京都に帰ってこれた。やっとやっとだ。もうこれで満足だ。信長に追放されてから十数年の時が流れており、義昭は50代を迎えていた。それから間もなくして義昭は将軍職を手放し秀吉に臣従した。この時をもって室町幕府は名実ともに完全に滅亡した。その後秀吉のおとぎ衆となった義昭は秀吉の良き話し相手となったという。それからさらに時は流れ、1597年義昭はこの世を去った。享年61。こうして室町幕府最後の将軍足利義昭の生涯は幕を下ろした。しかし足利将軍家の血筋が途絶えたわけではない。チャプター4、義昭の子足利義人。1573年、足利義昭は織田信長との戦いに敗北し降伏した。降伏時に義昭は自身の子義人を人質として信長に差し出した。この時義人はまだ1歳だった。信長のもとに預けられた義人はそのまま出家させられた。こうして仏門の世界に入った義人はやがて興福寺の大僧正にまで成り上がる。その後還俗して妻をめとり子を設けた。そして1605年、33歳でこの世を去る。義人の子は仏門に入り子を残さなかった。そのため足利家嫡流は断絶した。一説には義昭には別の子がいて、その子が江戸時代を生き血をつないだとも言われる。ただし真偽は不明である。足利義昭と織田信長が戦った京都牧島城、室町幕府の事実上の滅亡につながった地です。僕は会社員時代に牧島城の割と近くに住んでいたことがあります。宇治川にほど近い静かな場所でした。今日の名言、世の中は食うて稼いで寝て起きて、さてその後は死ぬるばかりぞ。一休宗純。次回の日本史漫画は酒でやらかした武将たち。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。